いつも新車館チャンネルをご覧いただきありがとうございます。 100% 新車館つくば中央店の富山と申します。よろしくお願いいたします。弊社では新型コロナウイルス感染症対策に伴うガイドラインに沿って営業を続けておりますが、お客様同士の接触を避けるためにもご来店のご予約をお願いいたしております。またご来店が難しいお客様にはオンライン商談システムというものを導入いたしましたので、スマートフォン、タブレット、パソコンですね、カメラがついているものであればご商談を遠方の方でもやらさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。で、ステップワゴンでございますね。こちらをまたご紹介をさせていただきたいと思います。まあ今日はですね、ディーラーオプションが結構最新なものがついてますので、そちらの紹介をさせていただきたいと思います。で、ホンダ のディーラー様よりお借りさせていただきました、試乗車でございます。はい、今回色は黒色で、グレードはプレミアムラインっていう最高グレードでございますので、そちらを見ていきたいと思います。まあ、前回ですね、顔変わってとか、そういう ざっくりですねご説明をさせていただきましたので、まあ、今回は中を多めにですねご案内させていただきたいと思います。はい、で、見ていただいているプレミアムライン、色黒色でございますね。で、もちろん LED ヘッドライトとか全方位カメラとかはもう全部ついてるようないいお車でございますね。まあその分ちょっとお値が張るんですが、中ですねご紹介させていただきたいと思います。ディーラーオプション、まず見えるのはバイザーでございますね。バイザーはまあバイザーカーくらいで見といていただければいいんですけど、まあ全然バイザーもですね、昔よりかはこんなにすっきりついてるバイザーになったので、まあ昔はこうバホッて屋根が飛び出てましたけど、まあそんなことなく車の形を損ねないように綺麗な形にできております。まあ空力のイメージもありますけど、全然これによって走行がちょっと不便になるっていうことはもう全くないのかなというところになっております。で、ご紹介したいのがですね、あとはフロアマット、これもディーラーオプションでございますね。フロアマットついて、まあ、3列分のシートが用意されているというものになります。で、あとはですね、これが一番紹介したい、前もちょっと溢れましたけどでっかい画面でございます。これが後席モニターの新しい 15.6 インチというでっかい画面になりますね。ちょっと電気入れてみましょうか。ちょっと電気を入れてみました。まあ、そんなに大画面でございますね。で、そんな感じでテレビも見れちゃうというところでございます。 15.6 型の HD 液晶ディスプレイになっておりますね。でっかいですね。で、ボクシーはですね、これよりちょっとやっぱり小さい新型ですけど小さいものになってまして、ただあれは画面から音が聞こえるという内蔵画面内蔵スピーカーみたいな感じになってます。まあ、あと有機 EL ディスプレイなので、まあ、サイドも結構黒のサイドとかも良くなってますね。まあ、それとステップワゴンのこれとはまたちょっと違うんですけど、まあ、ステップワゴンは何といってもこの大きさがもうバッチリなくて、でっかいですね。閉めるのが大変ですけど、ボタン一つでガコッて開きます。こんな感じですね。まあ、これだけ大きいのがねついておりますので、まあ、見ていただければと思いますが、プレミアムラインなので、オットマンはもちろんついております。まあ、なんで座った時にこの画面が超ドンピシャにちょうどいい感じでございます。で、いいところがプレミアムラインにだけシートヒーターも2列目はつきます。で、ここにシートヒーターのボタンがつくようになりますね。やっぱりこのオットマンシートヒーターでこの大画面というところで、すごいいい感じでございます。すごい見やすくて、後ろでもすごいゆったりくつろげるというものになっておりますね。まあ、ただですね、こう小さいお子様がいるとですね、私もそうなんですけど、2歳児3歳児になってくると赤ちゃんとかですね、あとはもちろんここについてるのでガチャンとベビーチャイルドシートはいけちゃうんですけど、まあ、ただオットマンがですね、まあ、死んじゃうというかほぼほぼ使えなくなっちゃいますので、まあ、そこだけちょっとどうしようかなというのを悩むところはあると思いますね。まあ、プレミアムラインとかスパーダはこれついてきますので、はい、
と思います。まあ大画面が使えるんでね、これだけでもお子さんはすごい喜んでいただけるかなと思います。はい、まあここのご紹介をさせていただきます。で、あとはですね、後ろもちょっと軽く見ていきましょう。で、後ろはですね、今3列目すごく広くなってて、まあ、こんなに3列目が広くなってます。まあこれはもう本田さんの、まあ、必殺技というか、すごいもう便利機能であるんですけど、3列目が下に下がってます。なんで3列目下に下がるので、だいたいボクシーとかセルの跳ね上げですよね、ここに跳ね上がるんですけど、そこの場所を取らないので、まあ、上に荷物を積んだりとかいうのもできるようになりますね。まあ、そこがすごいやっぱりいいところになります。で、ステッパゴンですね、板のところに充電のポートがついてます。で、ちょっと見にくいかもしれないんですけど、3列目にもですね、カップホルダーと、あとそこに充電ができるスペースがあると。で、左にもついてますし、こっちの右側にもついてると。なんで携帯はもうこれ挿してもらえればOK でございます。で、細い線だけ持ってくれば携帯電話、タブレットなどなど充電が可能でございますので、すごい便利かなと思います。はい、では、ちょっと閉めてまた前に戻っていきますよ。このライトもいいですよね、赤いライトが。今ライトつけてるのでついてますけど、結構視認性が高くてですね、明るい発光のものがついております。はい、ですで、あとはですね、メインになりますナビのところをちょっと見たいと思いますね。よいしょ。で、これがナビでございます。で、ナビはですね、ホンダコネクトの 11.4 インチの大画面のディスプレイでございます。で、このディスプレイがですね、ちょっと今電波がね悪くてあれなんですけど、ちょっとワンセグっぽくなってますけど、まあ、これだけの大きさ、まずはというところです。まあ、ステッパゴン専用ですので、すごい邪魔せず大きい画面でオーディオとかナビとかをお楽しみいただけると、お使いいただけるという形ですね。で、ボタン一つでもちろんこんなにでっかく見れますし、オーディオの切り替えも簡単で、ホーム画面もボタン一つでいけちゃいます。で、あとはですね、CD とか DVD ももちろん搭載しておりまして、ボタン一つでこれも開けれちゃいます。で、モニターオープンってやつがあるので押すと、なんと上に上がるんですよ、ね、これ上に上がって、ここにディスクを入れていただくような形になります。今まではナビってこう倒れて、そこにコンピューターがあって、そこにえって挿してたんですけど、それが今回はですね、上に上がるという、なんともスマートな感じ、とってもかっこよくなりました。はい、で、これは専用のナビですので、まあ、価格としてはですね、まあ、ちょっとやっぱりいい値段はもちろんします。大きさと性能のところでいうとやっぱり結構いいものなので、値段はちょっと上がっちゃいますけど、まあ、車両代に含めてもらってっていうところがちょっとあれはありましたけど、まあ、ちょっと今回車両代と別ということで、これの金額もちょっと見なきゃいけないのかなっていうのはあります。で、ドライブレコーダーの映像とかも、もちろん見れちゃいます。で、これはドライブレコーダーパッケージっていうディーラーオプションがついてます。こちらにカメラがありますね。で、あと後ろにカメラがあるんですけど、カメラさんにちょっと振り向くだけ振り向いていただいて、あれがカメラです。で、それが前後の録画ができるドライブレコーダーパッケージというものが搭載されています。で、これはもちろんディーラーオプションになります。で、前方と後方、前方後方、車内も見えちゃいます。ラッホー、カメラさんが映っちゃうから、これ以上と、まあこんな感じです。前方後方車内の、これは3カメラのものになっております。ので、まあ安心して、少しでも安心して運転していただけるかなというところでございますね。
フルセグになりました。はい、です。で、あとはですね、前もちょっと紹介したんですけど、まあ物議を醸しておりますスイッチ型のシフトでございますね。で、皆さんまだ慣れないと思うんですけど、こう全部スイッチ式になってますね。ドライブ入れるのもドライブで入れてもらいます。もう一回押するとエンジンブレーキになりますけど、あとニュートラル、リバース、パーキングで、これは電動パーキングになってます。全部ボタンになりますので、このガチャガチャがシフトがなくなりましたので、これを前々からあるんですけど、ステップアホンもこれになりましたので、これ慣れればすごいはっきり言って本当に使いやすい。ボタンもう指一本で全部シフト変えられるのですごい楽だと思います。なのでこれもなかなかおすすめな点でございますね。はい、です。では、またちょっと車外に行ってみましょうか。で、スライドではもちろん両側もちろんパワースライドで、アルミとかもスパーダプレミアムラインなので良、くなってるという形でございます。ライトもついてるとかっこいいですね。今ライト全開ですけど、フォグランプもついてます。ボクシーはなんかハクビトっていって、なんかちょっとまた変わったものになったので、フォグがないですけど、ノアはあるんですけどね。ステップワゴンはどっちも LED でご用意をしておりますという形でございますね。はい、です、いかがでしたでしょうか。ディーラーオプションをいくつかご案内をさせていただきました。皆様つける方が、ほぼほぼなのはやっぱりナビですね。で、次はフロアマット、バイザーで、鉱石モニターですね。鉱石モニター 15.6 インチ、やっぱり大きいですからね。そんな大画面で後ろでオーディオとかが使える、テレビが見れる、 DVD 見れるっていうものがありますので、すごいつける方が多いかなと思います。あとはですね、ドライブレコーダーパッケージで3カメラのものがついてるという形です。ただドライブレコーダーは社外品でも結構いろんなものが出てるので、そういうので値段を抑えてとか機能を求めるものを求めてとかいう方が多いのかなと思います。あと他社によく出てますデジタルインナーミラー、はこちらもアドバンスのミラーって言ってディーラーオプションになりますけど、ボクシーはメーカーオプションでドライビングサポートパッケージっていうやつでデジタルインナーミラーが装備されると。アルファードもデジタルインナーミラーはメーカーオプションでしたね。はい、で、それもですね、今ドライブレコーダーとデジタルインナーミラーが一体型になっているものが結構社外品で市販品で売ってますので、そういうのでもいいのかなと思います。すごい画質もいいですからね、ぜひ選んでいただければと思いますのでよろしくお願いします。はい、では本日はですね、こちらのステップワゴンスパーダのディーラーオプションなどを見ていただけました、ホンダのディーラーマンの方々ありがとうございます。またぜひお越しいただければご紹介したいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、最後にですね、ごめんなさい、これを言わないと、特選車、我々新車館ってホームページでパッケージでいろんなものを販売しております。これがついて、これがついて、これで価格がこれで、金利がこれでとかいろいろホームページパッケージで出してるんですけど、よろしくお願いします。ご覧いただければと思います。お得な金利はもちろんですけど、納車が早いお車っていうのもいくつかご案内ができると思いますので、結構人気ですから納期もかかっておりますが、それを差し置いてですね、早くご案内できるものどちらかですねご用意しておりますので、ぜひお問い合わせいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、では本日の動画は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。